中日ドラゴンズ交流戦終了後の週明け2022、根尾明ピッチャー転向発表2023、郡司山本斎藤宇佐美トレード2024。タイミングもタイミングでビシエドがほんと怖い。立浪休養かなわら。動きあるとしても松木支配したあたりでね。理想は立浪片岡休養。立浪片岡休養ビシエドトレード周平はないかな、この辺かな。福早手かオイシックス新潟から投資獲得支配か枠70人になり松木並だね、この編成陣ならやりかねん。ビシ様だけは出て行ってほしくない。立浪休養片岡昇格。ビシエドとマー君トレード。監督トレード。ビシエドトレードが一番怪しい。まさか怒りの緊急トレードあるか。投手は高橋宏斗以外ほぼほぼ信用できず、打線も相変わらず湿ってる周平や中田とか、守備にもある程度安定感があるはずの人もエラー多いし、なんだかな。ここだけの話よ、そのチームには普通にボコられてるような、力のないピッチャーにも抑えられてるで。ピッチャーもそこそこヤバくなってきてるの、まずいよ。安心して見れるのが宏斗しかいない。これだけ弱くても交流戦3立てはされなかったの、おもろい。野手も投手も WAR は12球団上位なのに勝てないの、なんでだ。交流戦が終わってまたリーグ戦が始まります。いいタイミングだと思いますよ。立浪監督ではもう限界とは思うが、立浪監督が辞めてもすぐに改善できるとは思えないのが辛いところだな。野手は昨年に比べればよくやっていると思うが、中田の不調、岡林の不振、村松の失速と悪循環が続いて打線に繋がりがない。さらにここ最近は守備ミスが多く、1点を守り勝つ野球もできてないから、そりゃ勝てんわ。2年間監督やってても成長がまるで見られないというか、一本筋の通ったものが何も見えないのは何なんだ。実際どうだろうな、仮の話だけど、このままずるずる落ちていって来年新監督を呼ぼうってなった時に誰が引き受けてくれるんだろう。